日経新聞の塩田です。先ほどの広域連合についての関連なんですけれども、その広域連合を作るメリットをですね、もう少しこう具体的にその県民の方が分かるようなですね、例えばその経産局をこっちで受け皿で受けると、もうちょっと例えば何がどう変わるのか、公共工事でかとかね、もうちょっとこう一般の人が分かるような例というか、例え話を挙げていただければと思うんですが、これはその例えば経産局とか、一個の話じゃなくて、これはやっぱり順次ね、そういう方向に向かっていくという話です。ですから地域の実際機関を地域の中で、引き受けるということができれば、それは地域に必要なことをですね、地域で判断してできるようになると。それは今のお話で言えば産業政策とか中小企業政策というのもそうですし、より密着したね、例えば支援制度というのもできるし、あるいは地方整備局であれば、今例えばミッシングリンクの問題なんかもありますけれども、どういったところに注力できるのかということを我々の中で話し合って、注力をする部分に注力することができる、そういうことです。で、それはその一個一個取り上げてですね、これについてこうだとかいう話じゃなくて、そういう議論をやってるようじゃダメだっていうふうに今ずっと言ってるんですけど、そうじゃなくて、その最終的なそのもっと大きな地域分権、先ほど申し上げたような、今その日本 その発展のシステムを変えていかなきゃいけないんだということなので、そこへ向けて その第一歩であるということです。この意義としては一番すみません、もう一点、それが進んでいくとですね、その先にはこの例えば道州制のようなよりその5県が一体化するようなステップに入っていくことも視野により入れておられますか。ですから、これずっと言っているように、そのより広域な地域 を取り扱う、いわゆる中間自治体が必要だというふうに申し上げていますので、大きな流れとしてはそういう方向性への期待を。毎日新聞の寺岡と申します。ちょっと話変わるんですけど、この夏の、電力時期の関係で、中国電力さんも 5% 以上のですね、節電を企業や家庭に求められているということで、県としての対応はどのようにこう考えられているかを教えてください。はい、これちょっと前もご質問あったと思うんですけど引き続きですね、今我々庁舎の節電だとか、あるいはクールビューというのを推進してますけれども、あるいは環境の日っていうのでですね、例えばエアコン温度の設定であるとか、あるいは照明の結構とか、そういうのを推進してますけど、それを引き続き進めていきたいので、さらにその今中年さんが個別の企業ともお話をされながらですね、その節電について、おっしゃっているというか、その進めようとされておりますけれども、そういった動きで県が協力できることがあればですね、それは協力してやっていきたいなというふうに思っています。はい、すみません、朝日新聞の中野です。友の、問題をめぐるですね、福山市との、協議なんですけれども、これは前回も質問があったかもしれませんけど、公開に向けた、動きというのは今どういう話し合いになってますでしょうか。はい、基本的にはですね、中身についてはこれまでご説明をしたところですけれども、今もその事務局協議っていうのを続けてまして、それは何かっていうと、道路の在り方も含めて駐車場であるとか港湾機能であるとか、
あるいはその防災対策だとか観光だとかあるいは景観の保全だとか、まあ、そういったことの、まあ、どうその達成をしていくかということについてですね、まあ話をしているということですね。それを公開されるというような話は聞いたよ。それをあの引き続き、検討中であります。関連で友の関連なんですけども、その、まあ、かなり今の話で事務レベルの協議進んでるんではないかと思うんですけども、次のトップ会談のメドみたいなものが、まあ、それぞれ6月議会も控えてると思うんですが、どういう予定か。現時点ではまだ決まっていません。はよろしいでしょうか。あ、たびたびすみません。ちょっとまた話変わるんですけど、今週に多分あの壬生の花田植えがあると思うんですけど、あ、はいはい、まああの無形が登録されて初めてのまあ予定になる、まあそれについてそのチームの期待であったりとかですね、そういったところをお聞かせ願えば、あの推しにも入っているところと思うので、はい、はいはい、お願いします。あの花田植えは僕も行く予定に。はいはい、僕も行く予定にしてます。で、今年はね本当に、初めてなんでたくさんのお客さんに来ていただいて、で特にやっぱりまず県民の皆さんが来ていただけるとありがたいなと思ってるんですけども、実際にこの華やかな花田植えを見ていただきたいなと。で僕自身も田んぼじゃなくて他のところではやってるのは見たことがあるんですけども、実際の田んぼっていうのは、まあ、年に1回しかないっていうこともあってですね、まだ見たことがないんですね、そういう自分の個人的なことも含めて大変楽しみにしてます。他によろしいでしょうか。中央省の村田です。今日ですね、昼過ぎだと思いますが、総統高校のですね、昨年飲酒でしたか、生徒さんが亡くなった件で、まあ、県の方にですね条例制定の要望に来られるという話がありますけれども、知事としてはですね、まあ、要望受け取るのはもちろんこれからですが、被害者の方が求められていることについてどういう見解でしょうか。まずやっぱり飲酒運転によって、被害者が出るっていうのは、ね、本当にやっぱりなくしていきたいとそういうことが あると思います。で、まあ、今日来られる総合高校の、生徒さんのご遺族の方には、まあ、心からそのご購入申し上げたいと思いますし、まあ、生徒さんもしばらく経ってます。ご冥福をお祈りするというのは今の段階でいいのかというか分かりませんけども、まあ、そういう気持ちですね。で、まあ、そういうことも含めてですね、飲酒運転の根絶というのは県としても重点事項にして、まあ、これまでの高山運動のことを取り上げてますし、今年度からですね、いわゆるそのお酒が出るお店に対しては運転者にお酒を提供しないということを宣言してくださいというのを推進するということにしています。飲酒運転根絶宣言店登録事業というそういう事業なんですけども、そういったことでですね、飲酒運転本日というのを進めていきたいと取り組んでいきたいと思っています。で、これから条
条例についてご要望があると思いますけど、まあ、条例そのものについてはですね、福岡の例の、まあ、これから始まるということになりますので、そういった効果の検証もしながらですね、検討していきたいなというふうに考えております。まあ、いずれにしても、この飲酒運転根絶ということについては、ね、まあ、県警とも協力しながらですね、協力に推進していきたいというふうに考えております。今の条例の関係で、まあ、スケジュール的にはおそらく6月議会というのはなかなかしんどいんじゃないかと勝手ながらすると思いますけれども、その今お話があったように福岡の事例を見てっていうのは、福岡で効果があれば提案を検討してという趣旨でよろしいでしょうか。そうですね、罰則規定があるのは福岡が初めて、になりますけれども、まあ、そもそも論としては、道交法による厳罰化ということがあって、まあ、いかにそれをもっとその担保していくかということで、で、まあ、お話の、まあ、いろんなそのご遺族の皆さんの、この気持ちとしては、その本人の自立に任せるのは良くないよねということだと思うんですよね。で、まずそれはやっぱりその飲む現場で、それをある意味で言うと捕まえるっていうかキャッチするのが一番やっぱり効果的にいいかなというふうに思いますので、今のその飲酒運転、根絶宣言というか、お店でね、もううちは飲ませませんということをしっかりとやっていただくと。で、いうことを進めたいな。で、まあ、その追加のことについては、まあ、本陣を見ながら、考えていきたいなだけ、まあ、条例の制定にあたってはですね、当然知事側の提案という形と、まあ、議会提案についてということが考えられると思いますが、知事ご自身は今回こういう条例を仮に出すとすれば、やはり執行部から出した方がいいというのをお考えですか、それともどちらでも。まあ、それはどちらでも構わないと思います。はい、ありがとうございました。すみません、それじゃあ時間になりましたので、これで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。